スタンダールの墓スタンダールはグルノーブル出身のフランスの小説家。本名はマリアン・リベールという。ペンネームのスタンダールはドイツの小都市ショートシシテンダルに由来すると言われている。グルノーブル高等法院の弁護士の子として生まれる。母方の実家も地元の名士であり、スタンダールは幼少期を地方の名士の子として何不自由なく暮らした。7歳の時に亡くなった母を 終生、異常なまでに偏愛し続け、その反動で、実務化で、応答派の父を激しく憎み続けた。そのため、スタンダールは、父とは、正反対のロマンチストの共和主義者として、その後の生涯を送ることになる。父の期待を受けて、勉学に勤しんだスタンダールは、1799年、優秀な成績で、理工科学校の入学試験に合格する。しかし、 慣れない、パリの生活で、ノイローゼになり、母方の祖父のアンリがニョンのいとこのノエルダリの家に、引き取られる。ダルの息子が当時、陸軍省事務次官を務めていた関係から、スタンダールは、ダルの口利きで、陸軍省委に任官し、イタリア遠征に参加した。母方のガニョン家が、イタリア系だったこともあり、元来、イタリアに憧れを持っていたスタンダールは、遠征先のイタリア沖に、入り、 以後、イタリアを第二の故郷とみなすようになる。なお、祖国、フランスは、父のイメージと重なるためか、障害好きになることはできなかった。軍人となった、スタンダールだったが、実際には馬に乗ることも、剣を振るうこともできず、もっぱら女遊びと感激にうつつを抜かしていたと言われる。1802年、軍を辞め、輸入問屋に勤めたりしたが、大陸風されによって、 海外貿易が途絶してしまったため、1806年、ダルを頼って陸軍主警官補の仕事を得、その後は官僚として順調に出世し、1810年には提出財務監査官にまで昇進する。その後も経理畑を歩んでいくが、ナポレオン・ボナパルトの没落によって、スタンダール自身も没落する。その後はフリーのジャーナリストとして活躍する。 ナポレオン没落後、イタリアに渡り、現地の自由主義者と信仰を結ぶが、やがて、スタンダールは、フランスのスパイだという噂が広まり、失意のうちに、フランスに帰国している。不遇の時代に、スタンダールは1822年、39歳の時に、恋愛論、1830年に、赤と黒を発表している。特に、元神学生による、殺人未遂事件を素材に、 野心に燃える青年の成功と挫折を描いた代表作赤と黒は当時は評判にはならなかったが大勢復古家のフランス社会を鋭く批判したものであり彼の政治思想の真骨頂がよく表現されている1830年7月革命が勃発すると自由主義者として知られていたスタンダールに再び政治の世界から声がかかるようになり トリエステ駐在フランス領事に任命された。しかし、オーストリアの最初、メッテルニヒの承認が得られなかったため、ローマ教皇領チビタベッキア駐在フランス領事に転じた。1836年から39年まで休暇を取ってパリに戻り、パルムの総印を書いた。1842年、パリの街頭で脳出血で倒れ、死去。墓所はパリのモンマルトルボッチ。 墓姫は、ミラノ人、アリゴベイで書いた、愛した生きたである。スタンダール全集録にある。ありがとうございます。